南伊勢町の皆さん、こんにちは。今月は南西校舎に新しく入った本の中からおすすめの本を2冊紹介したいと思います。まず1冊目は恋する寄生虫、宮城すがる著、メディアワークス文庫です。失業中の潔癖症を持つ青年高坂健吾、そこに現れた泉という一人の男性、子供の面倒を見てほしいと頼まれます。そして出会った不登校の少女、人の目が気になるさなぎひじり、お互いが社会復帰をするためにリハビリを二人で行う。その中で二人はどんどん惹かれ合っていく。しかしそれは虫による恋だった。面白いのでぜひ読んでみてください。2冊目は思考の生理学、富山茂彦著、ちくま文庫です。タイトルは難しそうですが、とても読みやすく、自分で考えることの楽しさを教えてくれる本です。今から30年以上前に初めて出版された本ですが、今でも読み続けられているロングセラーです。いつでも簡単に欲しい情報が手に入り、情報が溢れている今こそぜひ読んでほしい一冊です。さて、今回紹介した本はいかがでしたか？興味を惹かれる本はあったでしょうか？紹介した本やこのコーナーについてのご意見、ご感想がありましたら、ぜひ南西校舎図書館までお寄せください。それでは南西校舎図書館でお待ちしています。